ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、この世に記憶を消す方法ってないかしら。おいおい、急に物騒なことを言い出したな。実はさっき、すっごく怖いホラー映画を見ちゃってね。このままじゃ眠れないのよ。そりゃあ災難だったな。残念ながら記憶を消す方法はわからないが、上書きすることはできるかもしれないぜ。上書き？そうだ、忘れたい記憶があるときは、それ以上に強烈な記憶を植え付けることで、上塗りすることができるかもしれないからな。なるほど、それはできるかもね。ということで、今回は、知ったら後悔する雑学10個を紹介しよう。これを聞いてホラー映画なんて忘れてしまおうぜ。お願いします。それじゃあ行くぜ。まず一つ目は、海の天使ことクリオネの、食事シーンがめちゃくちゃグロいという雑学だぜ。え？あんな可愛いのに？そうなんだ、そのためにまずは、クリオネの簡単な生態から紹介しよう。正式名称は裸カメガイで貝の一種だな。主に北極海などの冷たい海に生息しているぜ。え、クリオネって貝だったのね。成長するまではプランクトンを食べるが、なんと成長後は巻貝の一種である。ミジン浮きマイマイしか食べないんだぜ。あれ？でもクリオネも貝なのよね、ということは。そうだ、雑に言ってしまえば共食いだな。そして気になる捕食シーンだが、ミジン浮きマイマイを目の前にすると、猫耳のような頭からバッカルコーンと呼ばれる、6本の触手が生えた悪魔のような姿に変身するぜ。これクリオネ？獲物をがっちりと捕まえた後は、触手の内側にあるフックのような器官を駆使して、ミジン浮きマイマイを殻から強引に引きずり出すぜ。ひー、怖い怖い。さらに恐ろしいのは、引きずり出した後、約6時間かけてゆっくりとその養分を吸い出すんだ。もはやエイリアンじゃない。ということで一つ目は、クリオネに関する雑学だったぜ。すでにホラー映画より怖かったんだけど。二つ目の雑学は、健康食品でもあるおからは、産業廃棄物に分類されている、だぜ。あんなに美味しくてヘルシーなのに？そうだぜ、まず大前提として、おからは豆乳を作る工程で誕生するものなんだ。というのも豆乳はすりつぶした大豆を煮て、絞ることで出来上がるんだが、その絞りカスが、おからなんだぜ。おからって絞りカスだったのね、知らなかったわ。豆乳はその後も加工されて、新たな食品になるが、おからは日持ちが悪く、利用するにも限界がある。そのため、飼料や家庭の食事にある程度は、出回っているものの、ほとんどが廃棄されてしまうぜ。そのような背景もあって、おからは産業廃棄物という扱いになったんだ。そうなんだ、なんだかもったいない気がしちゃうわね。そうだよな、さらに言うとおからを廃棄するのには、1キロあたり約10円の費用がかかるからな。もったいないお化けが出まくってそうだぜ。なんだかおからを食べたくなってきたわ。たくさん食べて廃棄量を減らしていきたいな。ということで2つ目は、おからに関する雑学だったぜ。3つ目は、たまに道路脇で見かける、飛び出し坊やに関したものだぜ。ああ、運転中に何回も見たことがあるわね。霊夢が運転。まあそれは良いとして、実はこの飛び出し坊や、正式名称は、飛び出し飛びたくんなんだぜ。へえ、そんな名前だったんだ。さらに言うと、年齢は40数歳、滋賀県出身だ。全然子供じゃない、がっつり大人。というのも、初めて制作されたのが、滋賀県で1973年だからな。代表者、久田太平さんの手によって、坊やが飛び出す様子をかたどった、飛び出し注意を促す合板製看板として、生まれたんだぜ。そんな歴史があったのね。そういうことで3つ目の雑学は、飛び出し坊やならぬ、飛び出し飛びたくんに関してだったぜ。4つ目はみんな大好き、お茶に関する雑学だぜ。お茶良いわよねー、私はほうじ茶が好きよ。ほうじ茶もいいよな。しかし紅茶、緑茶、ウーロン茶、この3つは、実はほぼ同じ、ということを知っているか？え？でも味も見た目も全然違うじゃない。というのもこの3つは、全く同じ茶葉を使っていて、発酵度の違いで分けられているんだ。発酵茶は緑茶、半発酵茶はウーロン茶、発酵茶は紅茶、という風にな。へえ、そうだったんだ。このように発酵具合が違うと味や香り、色以外にも、お茶を入れた際に抽出される成分も変わってくるぜ。ちなみに霊夢の好きなほうじ茶も緑茶の一種だが、ほうじ茶は全く発酵させず焙煎させたものなんだぜ。え？全く発酵させず？それって大丈夫なの？大丈夫だぜ、その代わりに炒めているからな。ほうじ茶が独特な香りや味がするのも、火を使っていられているからなんだぜ。なるほど、それがあの香りの元となっていたのね。ということで4つ目は、お茶に関する雑学だ。続いて5つ目は、お見合い番組に出演した連続強姦殺人犯がいるだぜ。嘘でしょ？そんなとんでもないことあるの？これがあるんだぜ。その名はロドニーあるから、1990年代に5人を殺害したとして、2010年に死刑を宣告された連続殺人犯だぜ。ひえー、ガチもんじゃない。
彼は一連の殺人事件を起こしている最中の1978年、人気バラエティ番組、ザ・デイティング・ゲームに、ただの写真家と身分を偽り出演。あるからは番組内でデート相手を見つけたものの、放送終了後に相手となった女性から気味悪がられ、間もなく音信不通となったんだぜ。はあよかった、でもなんで女性は怪しんだのかしら。その女性は出演後の舞台裏で、なんだか体調が悪くなってきたんです。彼の振る舞いはとても気持ち悪かった。彼のデートの申し出は断りました。もう会いたくありませんと語っていたらしいぜ。何かにじみ出るものがあったのかしらね。ということで5つ目の雑学は、お見合い番組に出演した連続強姦殺人犯がいる、だ。お次の雑学は、中絶は死亡原因のトップ5に入る、だぜ。え、そんな上位に入るの？そうなんだぜ。厚生労働省が発表している死亡原因統計によれば、平成21年度2009年のデータでは、死亡原因の第1位は、悪性新生物、いわゆる癌で、344,105人。第2位が、心疾患で180,745人。第3位が、脳血管疾患で120,350人だぜ。やっぱり癌がダントツで多いわね。一方、人工妊娠中絶の件数は、2014年度に、181,905件。2018年に、161,741件となっているんだ。このことから、死亡原因の第2位、心疾患よりも、人工妊娠中絶数の方が上回っていることがわかるよな。うん、確かにこうやって見るとかなりの数ね。ただ、昭和35年には、今の10倍近い、117万件もの中絶が行われているので、それに比べたら減少しているんだけどな。そうだったの？これでも減少しているんだ。そういうことで、6つ目の雑学だったぜ。7つ目の雑学は、ジンギスカンは、99% が、海外の羊肉だぜ。嘘でしょ、全然知らなかったわ。実はジンギスカン肉である羊肉は、国産がほぼ流通していないんだ。本場である北海道で畜産されているものもあるが、その流通量は全体のわずか 1% 程度、99% が海外からの輸入物になるぜ。てっきり、北海道産がもっとあるかと思っていたわ。ただ輸入物の質が悪いかと言われたら、そうではないぜ。例えば、フランス産の羊肉はとても高価で、フランス料理にも用いられる高級食材だったり、オーストラリアでは、羊1頭1頭に電子タグが、取り付けられているなど、安全性はかなり高く、輸入物の羊肉だからといって、過剰に心配する必要は、ないかもしれないな。そっか、国産の方が良いかなって思うけど、羊肉は、そこまで心配しなくても良いかもね。では、ジンギスカンの雑学が、7つ目の雑学だったぜ。続いては、誰もが知っている名言、パンがなければケーキを食べればいいじゃない、は、実はマリー・アントワネットのセリフではない、だぜ。え、そうだったの？そうなんだぜ。このセリフは、フランス国王ルイ16世の王妃、マリー・アントワネットの名セリフとして、取り上げられることが多いが、これは彼女自身の言葉ではないんだ。じゃあ誰が言ったセリフなのかしら。それを語るにはまず大前提として、本来の言葉は、パンがなければブリオッシュを食べればいいじゃない、ということを知っておいてほしいんだぜ。そこから違ったのね。でもブリオッシュって何なの？ブリオッシュは牛乳と砂糖を加えたパンで、普通のパンと比べるとやや高価ではあるものの、お菓子とは別物なんだ。とは言っても、どのみち発言としては良くないけどな。国民はパンすら買えない状況だったんだもんね。そうだぜ。そしてこの発言の初出は、思想家、ジャン・ジャック・ルソーの自叙伝、告白とされているんだが、民にはパンがないと言われ、とある偉大な王女が、ブリオッシュを食べればいいじゃないと、発言したことを思い出したと書いてあるだけで、具体的に誰の発言なのかは明かしていないんだ。それじゃあ誰の発言かわからないじゃない。そうなんだぜ。さらに言うと、ルソーの、告白、が1769年に出版された作品だが、その頃はまだマリーが王妃ではなかったので、どう考えてもこの発言はマリーのものでないんだ。つまり本が出版された時は、マリーにはそんな発言ができなかったってことね。そうだぜ。だからこの発言は彼女のものではない、ということだな。以上が8つ目の雑学だぜ。続いて9つ目は、子供が生まれてから結婚することを指す。できちゃった結婚を英語で言うと、ショットガンマリッジ、これを直訳すると、散弾銃結婚になるだぜ。どういう意味？なんだか危なそうだけど、この言葉は、娘から妊娠していることを告げられた、父親が取った行動から来た言葉だ。ある日、娘から妊娠していることを告げられた父親は大激怒、ショットガンを持って、娘が付き合っている、彼氏の元へ突撃、娘の彼氏にショットガンを突きつけ、責任を取って結婚しろと迫ったぜ。わぁ、豪快なお父さんね。これに驚いた彼氏は、慌てて結婚の約束をし、二
二人は結ばれたという話から、ショットガンマリッジ、という言葉が生まれたぜ。なるほど、そういうことだったんだ。ということで9つ目の雑学は、ショットガンマリッジについてだな。最後の雑学は、スイカは腐ると爆発するだぜ。スイカが？最後にぶっ飛んだもの持ってきたわね。というのも直売所やスーパーでスイカを買って、家に持って帰って常温で置いておいたら、しばらくしたらスイカが爆発したという、事件が起きたんだぜ。なぜそんなことが？実は、スイカっていうのは熱で熟し切ると、果肉からガスが発生、徐々に内部に充満して、最終的には爆発することがあるんだ。何それ、めっちゃ怖いわね。通常、スイカは早めに収穫し追熟させながら、食べ頃のタイミングで、店頭に並ぶことが多いからな。つまり、お店で買うときには、ほぼ食べ頃を迎えているということなんだぜ。そっか、そこからさらに家で保存しちゃうと、どう超えて爆破するってことか。そういうことだな。ちなみにスイカとメロンを一緒に置いておくと、これまた爆発するという話があるが、これは本当なんだぜ。そうなの？絶対ガセネタだと思ってたわ。なぜかというと、メロンに含まれている、エチレンガスにはスイカの追熟を、促す特性があるんだ。そのため、食べ頃に近いスイカを、メロンと一緒に保存しておくと、メロンのエチレンガスによってスイカが熟し続け、最悪爆発してしまうぜ。こっぱ、えげつないわね。ということで最後は、身近なものが爆発するという、恐ろしい雑学だったぜ。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。